はいどうも、アワンティーズのリーコと、トラチーと、ヘイホヨハイ。はい、ということでね、今日は皆さんにね、紹介したい人がいるので、したい人？女の子？いや、ちょっと待っててください。え？この家にいるの？目つぶった方がいい？はい。いや、高圧的なんだ。つぶってますよ。俺は橋神だ。橋神。ずっと思ってたけどさ、お前ら箸の持ち方汚すぎね、マジで。コメント欄見てろ。おめえらの箸の話題で持ちきりだ。スリブトエイジ、箸も持てねえのか、だっせ。箸の持ち方ちゃんとして。ソラチーは箸の持ち方も顔も気持ち悪いな。っていうことでね、今回は箸の持ち方が汚い貴様らに、うん、回転寿司ゲームをやってもらいたいと思う。みんなね、これ見て分かってると思うけど、食べ物を乗せます。で、流れてきたものを取れたら、まあ、良しとしようっていう感じですね。一品目、卵ボーラーいきまーす。卵ボーラー1つ。エイジダメー。次、はい、釣り目。え、無理でしょ。絶対無理。嘘でしょ。絶対無理。はい、そら。おー、 おー、こんだけいて、取れたの一人ってどういうことですか。いや、思った以上に、どういうことですか。思った以上に、新幹線が早すぎる、ちょっと。じゃあ、今度はスピードを遅くして、これくらいで、はい、これくらいで、じゃあ、やってやる。二つ目は、こちら。ポンポンポポポーン。いずだの卵。はい。おかしいな。いずだの方が簡単じゃない？でかい分、翔さんは。そう。玉でかいです。よーい。ゴー！はいはいはい。頑張れ。はい、頑張れ。はい、あれあれ、やばいよ。なるほどね。うずら難しいんだ。いや、案外いけんじゃない？嘘でしょ。いきます。はい。嘘でしょ。もう一回ちょっとリッキー一回やってみてよ。こっちで、うん、ゴー。取れんだろうな。お前よ。おい。ところてんでーす。さあ、はい、じゃあ、いきますよ。はい、これラストですよね。ラストです。いいよーい、スタート。はい、これ難しいよ。やれよ、やることは。はい、ということで、アバンティーズの箸の現状がお分かりいただけたでしょうか。いや、これは違って。あ、スプーンがあんじゃん。人類が生んだ天才的な品物があるじゃないか。箸は日本人の心です。わかります。お前これ食えんのかよ。これ動いてるやつ食べれんのかよ。ちょっと、じゃあ何か足してる。ちょっと簡単にしようとしてる。いや、入れていい。いいよ、いいよ。じゃあ、最後ちょっとやれ。うん。なんで存在でんすか。参加しすぎる。1個までしか許可してねえぞ。準備よろしいでしょうか。はい、よーい、スタート。冷てない。しっかり口に入って。最悪だよ。ひどいからね、これ。神名乗るのやめて。すいませんでした。
じゃあ本当に取れないんだったら、うん、汚い持ち方でいいんで。汚いって言わないで。汚いって言わないで。独特。皆さんこれ個性が溢れてる。じゃあ個性のある持ち方でやってください。はい。マジ。マジ。うわマジ。うわ。